っちゃってる暇があるんだったら。この番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮脇チャンネルかっこかり、ドドーンと始まります。この日本国旗でおなじみの大人気作家百田尚樹先生の1月17日に投稿したツイートがネット界隈をざわざわさせております。それはあの韓国によるロックオンレーダー、こちらについて立憲民主党が何も言ってねえと、これはどういうこったというお気持ちなんでしょう。こうツイートしました。立憲民主党が韓国のレーダー照射に対して何の抗議も非難もしないということで、彼らの本質が明らかになった。立憲民主党は日本人の皮をかぶった韓国の政党である。まあ、百田先生には申し訳ないんですが、私には日本人の皮すらもかぶっていないような、もうもろだし、単純に法律の抜け穴というか日本の法制度のね不備をついて、見事にあっ工作員的活動を日本の税金もらいながらやっているようにしか私には見えません。何せね、日頃我らが安倍晋三首相のやることについては、それが例えばアメリカをファーストのドナルド・トランプ大統領との外交に関しても、なんじゃかんじゃというね文句を言う、そんな立憲民主党の方々が今回の韓国駆逐艦による我が B1 哨戒機へのロックオンレーダー、これへの対応について沈黙、まさしく沈黙は雄弁に語っております。とはいえ我々はこんな人たちじゃないんで、まず事実をもとにやっぱり語らなければならないと思います。というわけでファクトチェックしてみたのは、立憲民主党の公式ツイッターアカウント、これをチェックしてみました。事件が明るみに出ました2018年12月21日からずっとですね遡って見てみました。そして立憲民主党の公式アカウントのツイートに、この韓国軍によるロックオンレーダー事件への言及はゼロでした。まあね、最近のツイッターというのはなんだかね、いろいろと言論弾圧的なことがあるらしく、私のツイートも見られないというフォロワーさんがいたりして、またブロックされているわけでもないのに特定のツイートが見れなくなったりとかしているんで、必ずしも立憲民主党の全てを見ているかというと、いや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 断言もできないのですが、しかし立民の公式アカウントをまるまるっとこう見てみたところ、そこに韓国への言及は見つかりませんでした。立憲民主党のツイートで多かったのは自分のところの宣伝。まあこれはしょうがないでしょ、政党の広報的な位置づけなんで。その他に何が目立ったかというと、同性婚あるいは LGBT、 まあここら辺はね立憲民主党さんの重要政策なのかもしれません。また12月のね年末の紅白とか絡んでくると、なぜかなぜか AKB ちゃんの話題がいっぱい。立憲民主党の代表の枝野のこと枝野幸男さんがなんかねアイドルとか好きなんですよね。もちろんそれは好き好きなんですが、それをね天下の高騰の公式ツイッターアカウントが AKB のナランチャラさんが紅白で引退するからとか語っちゃってる暇があるんだったらこっちに触れろよってね、私なんかは思ってしまいます。そして立憲民主党のツイッターを追いかけていて、正確な数字は取っていないんですが、6割7割ぐらいを占めたのが、あの OK でおなじみのローラさんが反対と言っている沖縄県の辺野古の話。土砂投入しちゃったとか、サンゴ映せなかったとか、そんなのばっかり。そのサンゴで言えば、辺野古のサンゴもそれは貴重でやんしょう。大切にしましょう。この地球、この自然。でもね、だが、ちょっと待ってほしい。沖縄の海に行くとわかりますが、もうあちらこちらにサンゴがあるんです。そして沖縄県は、
辺野古反対とやっている玉城デニー沖縄県知事は、辺野古は反対と言いながら浦添の海ではサンゴ埋めてっていっちゃえという工事に対してオッケーをやっているんです。辺野古のサンゴは良いサンゴ、浦添のサンゴは悪いサンゴ、ダブスタだよ。立憲民主党の公式ツイッターアカウントを見ていると、やっぱりあの経済評論家の常念司さんの言葉が頭をぐるんぐるんと回るのです。リベラルのダブスタ気持ち悪いんだよ。そもそも論で、辺野古の海をなぜ埋め立てなければならないかというと、世界で一番危険と言われる普天間基地を移さなければならないから、そのための土砂投入なんです。辺野古の埋め立て反対ということは、この世界一危険な普天間を固定化させるということ。何よりこの辺野古への移設を決めたのは、立憲民主党の前身というか母体というか、正確に言うなら看板をすげ替えただけであって、もともと民主党ってここら辺にあった看板を民進党とかにして、さらに立憲民主党ってやっただけのことであって、中身は同じで、何かといえばその民主党政権時代に辺野古移設を決めたんじゃないですか。あの右手がこうねストレッチしてしまうどころか、これが高速回転でこう動いてしまうような、あのルーピー鳩山こと鳩山由紀夫元首相の時代に、国政選挙で、まあ、政権交代選挙で、はい、じゃあもう考えとか言ってね、で政権を取りました、まるっと取っちゃいました。そうしたところ、あの Yes we can のオバマ大統領に、私には副案がありますとか言って、実際にはありませんでしたでね、結局辺野古しかないって決定したのは民主党政権で、これが民進党になって、今立憲民主党になってるだけのことであって、自分たちの下した決定政策について一切反省もせず、あるいは説明もせずに、辺野古反対辺野古反対ってね、土砂投入するなって、無責任も過ぎるという話。そしてこの辺野古の反対について、立憲民主党が本当に本気で言っているのであれば、百田直樹先生は韓国の政党だって言ってますが、私はこの3カ国の中で、むしろここよりもこの2つ、もっと言えばこちらの息がかかっているんじゃないかなという疑惑が、韓国のロックオンレーダーについて沈黙を守っている立憲民主党、さて今何をやってるかといえば、1月17日野党合同ヒアリングとかでやっていたのは盛りかけ、もちろん決裁文書の書き換えなんてやっちゃいけないんですが、財務省がホームページ上に公開している決裁前後の文書を見れば、あれは単なるダイジェスト、人名を隠したダイジェストであって、そんなことをやるより今日本の国防の危機なんです。国防の危機というのは我々国民の生命財産の危機なんです。もしかしてですよ、 YouTube では名前を言ってはいけないこの3国の中で、少なくともここはね、米軍を挟んで同盟国かなと、準同盟国かなと思ってたここまでが取り犯しちゃうかもしれない、取り犯しちゃってるかもしれないという、この危機に未だに盛りかけかれ、もちろん野党だから、政権を目指している野党だから、アベノバーカとかねやるのはまだいいです、まだそれはわかります。しかし今回のロックオンというのは国家の危機、あるいは国家の敵が明らかになったかもしれない事件なんです。政党の対立で最もわかりやすいのはやっぱりアメリカですかね。アメリカは共和党と民主党がいつも政権を争っていて、お互い罵り合っています。しかしアメリカの共和党にせよ民主党にせよ、国家の敵に対しては手を結びます。アメリカの敵、自由と民主主義の敵には立ち向かいます。はい、今その敵は YouTube では名前を言ってはいけないこの国アメリカ民主党というのは伝統的にパンダハガーといって、チャイーナ様と親しい、トランプ大統領の前任のオバマ大統領なんかは日本をスルーしてチャイーナ様にご機嫌伺いに行ってみたり、ある意味今話題のファーウェイユ、これの徴用罰行を許していたのはオバマさんじゃないかという疑惑がねあるぐらいなんですよ。もちろんオバマさんだって
中国にチャイーナ様にアメリカを売っ払おうとかそういうことではなく、まあ、オバマさんとかクリントンさんの場合には自分たちの金のために、まあ、動いたという話なのですが、しかしアメリカの国益のためには Yes, we can! ただそうすると対立点がねちょっとなくなっちゃう、見えにくくなっちゃうん で今アメリカ民主党は何をやってるかというと予算、これを盾にとってトランプ大統領に嫌がらせをやっております。そしてその象徴的なのがアメリカとメキシコとの間に建設をすると、ドナルド・トランプアメリカ大統領が選挙公約にもした国境の壁。アメリカの場合には借金が一定額になると予算を執行するのに議会の承認が必要なんで、これをアメリカの民主党は嫌がらせ的に予算通してやんねえもんみたいなことをやってるのが現状。というのは事実上アメリカにおける盛りかけ的な明確な罪がまだはっきりしていないのに大騒ぎしているのがあのロシアゲート。そんでこれもほじくり返すとどうもこちら側のね民主党側の方がなんかやらかしてたんじゃないかという話も出ておりますし、何より先の2018年の秋に行われたアメリカ中間選挙では上下院のうち下院は民主党に取られましたが、上院の方をトランプさんの共和党が抑えたんで、いわゆる日本において国会招致、あの盛りかけでいうとこのこちらがね言う昭恵を呼べよ昭恵はみたいな感じでトランプさんを議会に引きずり出して何かやろうとね、嫌がらせをしようと吊るし上げをしようとしていたんですが、これ上下院両方ともの許可が必要なんで上院トランプさんの共和党が取っちゃったんでできなくなっちゃったんですね。で外交においてもチャイーナ様に関してはお互い民主共和党両方とも手を組まなければならなくなっちゃったんで、もう予算を人質に取って嫌がらせするしかないというのが今のアメリカ。そして今のこのアメリカの状態を我が国のマスコミは、はい、報道しない自由。1月14日テレビ朝日のワイドスクランブル、あの池上 MeToo でおなじみの池上彰さん、そしてそのお弟子さんの増田ユリアさん、この指定コンビが必死になってトランプのバーカとやっておりました。トランプ大統領が強気だったのは株価が高かったからなんだけど、今株価が下がっちゃってもうね壁を作るしかなくなっちゃったのなんてね、そんなようなことをざっくりと言ってそんなようなことをおっしゃっておりました。でもそのロジックで言うと、まずトランプさんが大統領になって株価すごい上がったんですよ。これはトランプさんがやろうとしているあるいはやった政策によって景気良くなるぞという期待感も含めて上がっていった。そして2018年末から2019年の頭にかけて株価が下がったのは、これは FRB という日本でいう日銀、ここがちょっと景気良くなってきてから金利上げちゃおうなんつって上げちゃったら株価が下がっちゃった。というのは世界中のスーパー金持ちというのは 1% とか 2% でも金利がついたらそこに100億とか200億とか入れるんで、株価のように上がるかもしれないけどズドーンと下がるかもしれない、こんな危険なものよりは確実な1億円2億円を稼ぐ人たちなんです。また金利を上げると設備投資とか企業がいろんなものにお金を使わなくなる、まあ、銀行から借り入れるお金の金利が高くなっちゃうんで企業収益を圧迫する。なので今後企業の業績も悪くなるかなというわけで、今のうちに株を売っちゃえというので株価がズドーン。なんでね、トランプさんのせいというよりはアメリカ FRB のせいなんですが、池上彰増田ユリアコンビ、これについて一切触れません。また番組の中で元テレビ朝日社員の河村浩二さん、この方は今ねトランプ大統領ねトンネル潰そうとしてんだぜみたいなことをおっしゃっておりました。このトンネル塞ぐというのはアメリカとメキシコの国境のところにこうねトンネル掘って密入国しようとするとんでもねえやつらがいるんですよ。でこの穴を潰すという話で至極真っ当な話、そのトンネルを通って入ってくるのは密入国者だけではなく麻薬だってテロリストだって入りたい放題入れちゃうわけです。なんでこれを潰すという実に当たり前のこと、これを元テレビ朝日社員の河村浩二さんはトランプトンネルを潰すんだってアホか。またドナルド・トランプアメリカ大統領は1月9日、この予算が止まっていること並びに
国境に壁を作る、これについてテレビ演説をしました。これを報じる際、池上彰さんはすかさずディスる。何かといえば、このトランプ大統領のテレビ演説についてアメリカのメディアはギリギリまで報道しようかどうしようか迷っていてんだよ。何かといえば、トランプさんといえばツイッターでね、こう拡散しているんで、テレビなんて必要ねえんじゃねえのなんてね、アメリカのテレビ業界がそれで迷っていたとかね、池上彰さんは嘲笑気味に、まあ小馬鹿にした感じで語っていますが、池上彰さん、それを今日本のネット界隈ではこう言うんです。報道しない自由。つまり池上彰さんはアメリカンテレビもさ、報道しない自由やってんだよっていうことを、そんな恥ずかしいことを言ってることにお気づきになられていない。民主主義国家で民主主義手続きを経て選ばれた大統領の話を伝えないマスコミに、その存在価値はないんですよ、池上彰さん。ドナルド・トランプアメリカ大統領はテレビ演説で、まあざっくりなんですが、この壁を作る理由を述べていました。金持ちたちは自分の家の周りに高い壁を立て、セキュリティをする。そして私は壁の外側にいる人たちが嫌いじゃないんだ。私は壁の内側にいる人たちを愛しているんだ。なんてね、ドナルド、かっけえ。翻り、立憲民主党の方々は一体何が好きなのでしょうか。誰のことが好きで政治をやっているのでしょうか。少なくとも我らが安倍晋三首相のことはお嫌いですよね。そして辺野古反対とかやってるということは、つまりは世界一危険な普天間基地、これを固定化して良いということ、その態度から沖縄県のこの普天間基地のね、周辺に住まれている県民の方たちは、好きか嫌いかは分かりませんが、少なくともどうでも良いとお考えの疑惑がそして韓国軍によるロックオンレーダー、これについて何も語っていない。ここから我らが自衛隊のこともやはりお好きではないのかな。そして我らが自衛隊が守ってくれている我々日本国民、これもどうやらあんまりお好きではないのかな。少なくとも大切に思っているのであれば、我らが命を守ってくれる自衛隊が韓国軍にロックオンされた、もうこの重大事に対して明確なコメントを出す、あるいは公式ツイッターで、てめえこの野郎何やってんだぐらいのことは、もう少し上品なお言葉ででも述べるべきだと私は考えます。しかし、このいずれもしていない、これらの状況をまるっと見たときに、百田直樹先生は、日本人の皮をかぶった韓国の政党だと言いますが、私には、いや、白がね、白がこう言います。アース、工作員。とね。つまりは、工作員がうっかり政治家になっちゃった、政党を作っちゃったのが、立憲民主党という疑惑が、確信に変わりそうな今日この頃でございます。本当にね、皆さん、立憲民主党の公式ツイッター一度見てください。腹渡が煮えくり返ります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
完全勝利説というものが赤が勝ちヤクザが撃ってバカがいる、あの病気だってあなたに会えたから。